民進党の前原元外務大臣は枝代表代行と会談し、来月行われる代表選挙での支援を要請しました。今日は枝さんにどのようなお願いですか。はい、意見交換をさせていただきました。前原氏は昨日の夜、枝氏に代表選に出馬する意向を伝え、支援を要請しました。それに対し枝氏は、前原氏の政策を見極めた上で判断する考えを示しました。枝氏が代表を務める旧維新系のグループは、民進党最大の23人が所属しています。前原氏は今日、自らが率いるグループの会合を開き、代表選に出馬する考えを伝えることにしています。